はい、じゃあ今回は、打ち込み後の、攻防という、講義をやりたいと思います。はい、まあ今こういう局面で、まあ、戦いが終わりまして、で今ここにね打ち込んだとこですね。はい、この打ち込みで、楽々手になるんですね。うん、はい、でこうねつけられるとどうするんだろうと思われるかもしれませんけど、一回こうやったんですね。まあこれはなくても、まあこの碁ではあった方が効果的なんですけど、まあ、なくても一応ある手ですね。はい、それでここに割り込むのが、手筋ですね。はい、まあ例えばねこういう手でも一応こういう手もあるんですけど、この碁ではこうやってこう渡ってくるかもしれませんね。ちょっとね渡られると面白くないので、まあそれかねこうやって、まあこういう感じにもこういう感じもあるんですね。まあ、ここ飛びがない時でもこの打ち込んでから、割り込むような手はあります。はい、で、はい、ここは割り込んで打ちたいんですね。で実戦がこうやってこうやりました。はい、で継ぐことができまして、まあ、これが効いてるのでね、まあ、楽々脱出できると。まあ、これがなくても、まあ、このような感じになっても別に、まあ、大丈夫だったと思いますけどね。はい、これでも割くことができまして、これでも成功かと思います。はい、でこうやって実戦はでこの石逃げなきゃいけないんですけど、こうやって、うん、まあまあこういう手は別にね、まあこんな感じでもいいんですけど、うん、これが綺麗にねこの白地を荒らしまして黒成功ですね。はい、まあ実戦がどのようになったかちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、こうやって逆にね打ち込んでから白石をなんか取るような格好になりまして、これは黒大成功ですね。はい、なのでぜひねこうやってつけられた時にここの割り込む手筋を覚えていくと戦いが上手になりますよね。はい、でまあ例えば妥協こう打てば、まあ、一番妥協の手ですね。ただこうやって、まあ、ここがいいところに来ますし、傷がね2箇所ありますんで、まあ、これは黒満足の進行で、もしかしたら白はこんなもんだったかもしれませんね、実戦の進行を思えば。うん、これでなんかねここら辺つけてってみたいなの方が白としては良かったかもしれませんね。うん、ただ実戦でねなかなかこのように冷静には打てないものなので、はい、この打ち込みはすごい効果的な一手だったと思います。はい、じゃあ終わりです。